ノクさん、出会い系サイトの話題ですか。ぶっこんできましたね。私これね、ちょっとね、得意なんですよ。実はね、22、3歳頃から、だから社会人1年生の頃に私は PHS を持ったんですけども、当時サラリーマンをしてましてね、その PHS を持って私はね、出会い系サイトをむちゃくちゃやってきたんですよね。で、本当につい最近ですよ。40になる直前まで出会い系サイトやってましたね。出会い系サイトだから歴としては17、18年あるんですけども、まあ、ハッピーメールも知ってますしね、イククルとかね、まあ、その他遊ぼうとかね、ワイワイシーもやってましたけどね、その他ね、多数の出会い系サイトに登録して、常時、チュ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 っとね、リサーチしてたような感じです。その膨大なデータと経験と実践の中からですね、お伝えすると、まあ、そうですね、桜っていうのがいないでもないんですけども、出会い系サイト初期の頃はね、桜はいなかったんですよ。本当に純粋に出会いを求めてる方で、私もね、そうですね、出会い系サイト初めて20代の頃っていうのは無数の方とお会いして、何人もの方にうちにね、まあ実家だったんですけども、私今実家暮らしを当時してたんですけども、泊まっていただいて、うちのね両親にも紹介したりとかね、でそれこそね、本当に毎月誰かが来たみたいな感じですよね、で、まあ、そこそこいい関係になって、まずはね、出会い系サイトってその遠方の方とはメールのメッセージのやり取りするんですよね。そのうちに写真がやり取りされるようになって、直筆の手紙をやり取りするようになって、それから実際に会うとか会わないとかになってくるんですよね、まあ、結構ね、初期の頃、私が20代の頃は本当に真面目な方っていうか、ね、誠実な方ばかりで、桜っていうのは本当になかったと思いますよ、で、それから時が過ぎて、そうですね、私が30代の半ばぐらいからかな、ホームレスをしていた頃、それから35から39ぐらいのこの4年間ぐらいは最も私ね、暑かったかなと思います。当時の私のプロフィールは、広島市中区本通りで店舗経営をしていますと。で、年収が1000万です。身長180センチで、明るく丁寧に対応します。こんなプロフィールだったと思います。で、ハンドルネームはガイというね、ガイっていうのはナイスガイのガイなんですけどね、ガイっていう名前で登録していて、まあそうすると、だいたい毎日2、3件の女性からね、メッセージが来て、で、まあ、その中のカテゴリーとしてはね、桜はもういなかったです。ただ、エンデリっていうのが多かったです。エンデリは何かっていうと、普通の女の子で実際の自分の写真を出しながらね、で、お会いしましょうってなって、会ったら、ごめんね、お小遣いくれますって話になるんですよ。会ってからその話になるんですよね。まあ、それで、まあ、お小遣いをあげたり、あげなかったりっていう感じだったと思いますけど、まあ、当時私全員あげてましたね。まあ、そういうもんだと思ってましたし、で、妙な言い方すると、その、普通に出会って、デートを重ねて、で、費用をかけて、で、まあ、いわゆる、まあ、ベッドインっていうんですかね、そこに行くまでのことを考えたら、出会ったその日に2万円で、ホテル代込み、別で、そうなるんだったら、それを求めてる人にはものすごくいい環境なんじゃないかなとは思いましたね。ただ、実際はね、会ってみるとね、やっぱりね、あの、エンデリ業者の方ですら、やっぱり本気の出会いを求めていて、あの、こういうね、エンデリとかをしながら、あの、いい人を探してるんだっていう方が大半でしたね、やっぱ話してみると。で、あの、こういうことしててどう思うってやっぱり聞くんですよ、もじもじしながら。で、まあ、女性には女性の都合があるんで、それだけで判断する男性もいると思うけども、全体を見て、過去や未来を見て、トータルでその人一人を僕は見たいと思ってますっていうことを言うとね、やっぱりそこから気持ち変わってくるんでしょうね。あの、もうお金いらないんで今度から本当に会ってくれますって形にどんどん変わっていったわけなんですよ。まあ、もちろん細かいやり取りはまだまだいっぱいあったりとか、実際に私の経営してる店をこう見せに行ったりね、ここだよとか見せに行ったりとかね、で、自分の住まい連れてったりとか、まあ、連れてって別にね、そこで連れ込んでなんかするわけじゃないですけども、ここに住んでますってことを見せたりとかね、まあ、なんかこちらから腹を割っていくと、まあ、向こうもね、だんだん溶けていくのかなってことですね。変わったところで言うと、私広島だったんで、呉のその海軍があるんですよね。海軍って言い方も適当じゃないかもしれませんけども、海上自衛隊の方が、海外遠征に、ね、出るわけなんです。潜水艦乗りとかね、軍艦乗りとかバーッと行くんですけども、3ヶ月とか半年とか帰ってこないらしいんですよ。その間に羽を伸ばすために登録しました。だから、あの、私は、あの、生活には不自由ないけども全然欲求が満たされてないんで、こうやってたまに出会ってるんですみたいな方もいらっしゃってね、もう完全割り切りみたいな方とかいらっしゃるということもありました。で、あとはそうですね、まあ、割とね、自分の勤めてる先ここだよって言ってくれる方もいましたね。まあ、広島ってね、本当ね、あの、
なんですかね、まあ、狭い空間なんですよ結局。広島市の本当に一部の凝縮した都市部のところでみんな暮らしてて、本当に、ね、私はまあいつもマイカーだったんですけども、車で行き来してると、ここが私の以前住んでた家とか、ここが前の彼氏の住んでたとこみたいな感じでね、割となんかこう街をぐるぐる回るだけでも楽しかったりとか、あと普通にあの居酒屋でね2人飲み会を結構したりとかね、だから本当にね、出会いは出会い系サイトなんですけども、それから続く付き合いっていうのは友人関係みたいなね、中には本当に本気で付き合った人もいたりとか、さまざまかなと思うんですよ。もちろんねこれ、まあ本当にそれぞれケースバイケースだと思いますので、私はたまたまそうだったということですし、ノクさんはたまたまそうだったっていうことだと思いますので、まあ本当桜ばっかりに当たっちゃう方とかね、それから包もたせばっかりに当たっちゃう方とか結構いると思いますけども、私の場合はまあエンデリって言って、何かしかのね、あの広島ですからなんとか組の下部組織にいる方もいたと思うんですけども、そういうことは全然出さずにやってくれましたね。あのやるっていうのはやり取りですよ。なんでかっていうと、やっぱりね、後ろに怖い人が絡んでると思うとリピートにならないんですよ。だから結構ね、リピートを狙って、その女の子もその取り分がね、どうなのかっていうとはっきりとは分かりません、みんな違うんでね、でもなんか行ってみたら違う人がいたってことは私は1回しかなかったですね。1回しかなかったっていうのは全くの別人じゃなくて、40代ぐらいの方が20代の時の写真で登録してる人は1人だけいたんですよ。でその時はちょっと写真と違うねって言ったら、あごめんね、それは若い時の頃なんだって言って、どうするって言うから、ちょっと気持ち違ったんでいいっすかね、ごめんなさいねって言って、こうその時はすぐさよならしたんですけどね。で登録してる女性は圧倒的に、ね、18からね22、23が多かったかな。あ違う、逆だ、私が年齢指定したんですよ。こういう年齢の方を募集しますみたいな感じで、18から23っていう年齢指定があったんで、18から21だったかな、そこにパカッとね、あのハマった人で、私のプロフィールで OK な人がこうマッチングしたっていうことだったんですね。あのまあね、今だからこれ話せますけども、今ね、あの奥さん一筋なんですけども、私もね、その出会い系サイトにまであの純愛を求めた時期があったわけなんですよ。本当にそのぐらいね、モテなかったということでございます。まあまとめますとね、出会い系サイト、本当にそこにいる人ってのは様々で、自分の発信によってどんな人が来るのかってことが決まるのかなと思いますから、私の場合はスペックをね、お話したように、本気で付き合いたい人、そういう気持ちが少しでもある人がアプローチして来てくれたんだろうなと思いまして、真っ向ね、一発でザクッと取ってやろうみたいな人はちょっと私はたまたま出会わなかったかなと思いますね。犯罪集団みたいな人にはちょっと合わなかったと思います。で中にはね、そういったエンデリっていうものの仕組みを教えてくれたりとか、そこをね、私と付き合う中でやめてくれたって人もいて、なかなかドラマだなと思いましたね。こういう話好きだったらまだまだしますんで、またよろしくお願いします。では失礼します。